岡田小学校の北部にある遊歩道、木漏れ日の道。自然豊かなこの道にはある動物の名前がついた場所があるんだまん。その動物とはタヌキである。5 4 3 2 1、正解はバツ。岡田ではキツネの生息が確認されていることから、キツネの里ゾーンがあるんだまん。みんなもこの里山を大切にしていこうね。